アリメンダン替え玉の替え玉、はいよ、はい、撮影しているのは番組第65回の放送日です。ゲストにもよちゃんこと小山ももよちゃんに来ていただきました。もよちゃんありがとう。そう、この、アリメンダン番組がスタートして5年目になるんですけれども、この5年間の間で初めての2回目のゲストさんで来てくれました。嬉しいです。本当にね、もよちゃんとはあの声優業界の、お知り合いご友人の中で一番一緒にラーメンを食べてきた麺友ですのでこの機会にね、また再びラーメントークが一緒にできて嬉しかったです。ということで、こちらの動画ではですね、最新のハッシュタグアリメンダンポストをこれから紹介させていただきます。ぜひ一緒に見てみてください。ではでは、まず一つ目こちら、アリメンダンネームりゅうりさんからいただきました。りゅうりさんありがとうございます。塩ラーメンワンタン味玉、シンプルかつうまみたっぷり、チャーシュー、焼いた鶏、ワンタンといろんな鶏が楽しめました。九州ネギも効いてていいです。ということで、こちら笹岡ラーメン竹とんぼさんの一杯です。写真も見てみてください。いや、ちょっとこれすごくないですか。あのね、りゅうりさんね、このお写真の撮り方とっても素敵ですね。なんかラーメンがこっちにこう迫ってきてくれてるみたいな絵じゃないです。すごい大迫力、めっちゃテンションが上がります。あとこのね、もうあのコメントにありましたけど、とにかく鶏のトッピングシリーズがすごい。そう、これ何、チャーシューと焼き鶏とワンタンでしょ、3パターンも作ってくれてるのよ。もうこの手間暇と愛情だよね。だから3パターンの鶏肉の美味しさを味わえて、いやこの焼き鶏もすごいよ、この味が染み込んだいい茶色のね、美味しそう。そしてこれ多分ね、これ鶏の旨味を一番こう素敵な形で味わえるんじゃないっていう、このスープの色がね、なんかすごく相性良さそうに見える。これ塩ラーメンだよね。いや絶対お互いがお互いを引き合い引き立て合うパターンのやつですよ。あとこの味玉がさ、手前にある味玉がさ、この色間違いなく美味しい。あとなんていうの、半熟具合、まあね、絶妙ですね。ということで、もう早速行ってみたくなってます素敵なお店さんの紹介、りゅうりさんありがとうございます。では続きまして、こちらきのこ先生、きのこさん、藤本のりこさんにポストしていただきました。きのこさんありがとうございます。味噌ラーメン好きですという宣言から始まりましたちなみに最近食べたラーメン、左は勝浦担々麺、右はエビ味噌ラーメンということでつぶやいてくださってます。ありがとうございます。まずは勝浦ラーメンから。うわー、出ました、ニラ大盛り、拍手。うわー素晴らしい。とね、この勝浦担々麺、スープの赤色というんですか、紅色というんですか、これがねめちゃくちゃいい色してて美味しそうなんですよ。なんだろう、ちょっとやっぱり辛みもねこう入ってくれてるのかな。だからこれ食べ出したらやめられない、止まらないパターンのラーメンなんじゃないですか。味玉もね、この赤いスープの中でね、白い存在でね、この存在してくれていて、本当にこの中のヒロインっていう感じがしますね。本当美味しそう。そしてもう一杯ご紹介いただいてます。こちら実はね、藤本のりこさん、あの番組内でもギター講座だったりとか、いろいろこれまでもご一緒させていただいているお仕事の、告知とかもさせていただいてるんですけど、その結構ね、お仕事でもプライベートでも仲良くさせていただいていまして、このラーメン一緒に食べに行きましたでこちらのお店さんは九月堂さんというアリメンダンの今年のロケですよね、今年のロケでお世話になった九月堂さんの、エビ味噌ラーメンです。そう、このねエビがね、また
美味しそうだったんですよ。あの横の席で召し上がっててあのレンゲにさ、これ結局そう合ってる、何だったんだろう、このねレンゲにねエビとなんかエビ味噌みたいなのかな、これがなんか乗ってるんですよ。乗った状態で出てきて、それを食べる前にこうなんか溶かすっていうかバラすっていうか、そういう風なねいただき方をしてたんですけど、いやめちゃくちゃ美味しい。で私はこの日横でそのロケにロケの日にいただいてた中華そばがちょっと忘れられなくて、もう一回食べたいなと思ってもう一回それを注文して、ちょっとまだこの味わい尽くしたいという気持ちが大きくてですね、でもその日やっぱ横でこれを召し上がってたの見てたので、また別日に行くぞというふうにこう心に固く決めて、そうこの日は帰路につきましたということで、めちゃくちゃ美味しそう。そう香りも良かったです。エビのいい香りが漂って、ぜひぜひ皆さん9月堂さんもチェックしてみてください。藤本さんありがとうございます。いやということで、3つ目こちらです。ほえほえさんに、ポストいただきました。ほえほえさんありがとうございます。岩本屋の季節限定冷製あごだしそば煮卵トッピング、キリッと冷やされたあごだしのスープがうまい。レアチャーシューと鶏胸肉チャーシューがそれぞれ3枚乗ってて食べ応えもいい。今日みたいな暑い日にはぴったりな美味しい冷やしラーメンでした。おすすめということで、あら嬉しい。こちら結構投稿いただいてからほやほやのね投稿でございます。ありがとうございます。もう皆さん冷やしの季節が来ました。あーどうする、冷やしってさやっぱ今しか食べられないからさ、今食べるしかないよね。はいなんかすごいシンプルな話になったんですけど、結果なんか終わるまでにやっぱいろいろ食べに行かなきゃっていう風に今ね思いを強くしているところでございます。いいなー、すごい。このさー、まずですよ、チャーシューが2種類で3枚ずつ乗ってるの、もう大サービスすぎるよね。すごい、これ何度でももうこの2種類の鶏肉をね、そう2種類のチャーシューをね、そうそれぞれ味わえますので、うわーいいなー。あとさやっぱこの冷やしのスープですよ。なんか冷やしでいただくとそれぞれねこう何味のスープでもそれぞれ印象の変わり方ってあると思うんですけど、この書いていただいてる通りあごだしが冷やされるとキリッとするっていうのはめちゃくちゃこう想像ができるというか、このね塩味のキリッとしたおだしのねキリッとしたのが冷やしだとまたなおさらより生きる気がするんですよ。だからこれはねぜひ私も味わおうと今思っています。岩本屋さんどこにあるんだろうな、私もめちゃくちゃ行きたいなということで、もう交通のアクセスまでねこう想像しながらワクワクとしています。ほんと今日みたいな暑い日にぴったりだと思いますね。素晴らしいレポート、ほえほえさんありがとうございます。ラーメンにときめきましたということで、9月堂さんのレンゲの上に乗ってたのはエビの身入りのエビ味噌、やっぱそうだエビの身入りのエビ味噌で間違いないそうです。うわーありがとうございます。すごい、エビ味噌だけじゃないよ、エビの身入りのエビ味噌だよ。もうそんなのエビのパラダイスじゃん、めちゃくちゃ美味しそう、あー食べたいということで、本当にどのメニューも素晴らしいのでぜひもう近々早く食べに行きたいなとワクワクしています。もうこの他にも本当素敵なポストを日々投稿していただいてまして、皆様いつも本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみだな、いろんなラーメンを、そしていろんな冷やしラーメンを今年も楽しんでいきたいと思います。ということで引き続きハッシュタグありめんだんで団活の報告をお待ちしております。チャンネル登録とファンクラブのチェックもぜひよろしくお願いします。それでは団長の郡有沙でした。またね。